はいどうも、夜食ハンター竹本明です。本日はですね、こちら大都会、ご覧の通りですね、京浜工業地帯のど真ん中にある釣り場に来ているんですけども、今日ねここで何をしているかというとですね、実はですね、ベイシャーク釣り大会というね、まあ要はでっかいサメを釣るというね大会に参加してまして、でも僕はですね、サメ釣り大会に来ておきながら、本命がサメではない、僕は今日ですねエイを釣りに来ております。サメを釣ってるとですね、どうしてもエイというのはね釣れてきてしまうものなんですね。なのでまあ皆さんサメもね、どうせ釣ってもリリースをされるとは思うんですけども、いいサイズのエイが釣れたらこう分けてくださるというねことでね、お話をいただいてまして、まあそうなんです。ちょっとね、相変わらずね、夜食ハンターはね他力本願で申し訳ないんですけども、でこれがね本日の僕の、ね、使おうと思っている仕掛けなんですけども、ちょっと重めの重りで、ハリスはナイロン15号と、まあ、サメを狙うにはちょっと細いので、まあ栄養って感じですね。餌はねイカ一匹掛けで、これをねバチャンとぶっ込んで、であとはもうエイがねガブッと加えるの待つと。でもサメがかかったらかかったでね、頑張ってこうランニングしたいなと思うんですけども、とりあえずね本命はエイです。まあそれにしても夜景が綺麗でございます。さすが京浜工業地帯。まあ、こんなね大都会にね、そのサメだのエイだのいるのかみたいな話をよく聞くんですけど、サメとかエイはですねこういうところに結構いて、まあこういう場所でのまあ生態系の頂点にあるでしょうね、人を除けばね。なんですけども、ただその獰猛なやつではなくて、まあ弱った魚とか死んだ魚とかをそういうのを漁っている。大きさは大きいからかかれば引きが強いけども、まあ性質としては非常にねおとなしくてのんびりしたサメとかエイとかがいます。で味の方はどうかっていうとね、東京湾の魚って基本的にうまいので、まあなのでエイとかサメもね別にね、こういう工業地帯だからといってそんなにね味が悪いってことはないかなというふうに思っております。ミスさん、それなんすか。どうですか、これイワシ3キロ持ってきました。うおすごちょっとずつこうこのカゴに入れて、はいはいはい、これが新しく発売されたやつで、あーはいはいはい、着水してでパッて開く、はいはいはい、で巻き絵が出せますよってやつで、はい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 、これを重り代わりに入れてぶっ込んでます。エイもこれで食ってくる。エイもこれで食ってきます。そっか、今日ぶっちゃけた話、エイが欲しいんですけど。頑張ります頑張りますはい、ではですね、早速大きなエイが釣れたということで、他力本願極まりないんですけど、13キロ超えの超大物赤エイをですね、なんと、ちょっと一部ね、お裾分けいただけるってことになったんだよね。そうやったー、ありがとうございます。エイね、エイ軟骨魚類なんで基本的に骨は柔らかいんですよ。でハサミでも切れるんだけど、このサイズになってくるとちょっとこことかめちゃくちゃ硬い。ちょっとね、このお外なので包丁とかが今ないので、これを切って、よいしょ、これで、一応締まりました。本当はねこの状態で血抜きをして持って帰ればいいんだけど、今日はこの後ね、お裾分けをいただく形なので、まあそれぞれね、欲しい分だけちょっと持って帰、切って持って帰ると。血流しながらね、やんないとね汚れが出ちゃうので。そもそも論としてエイの尻尾には毒トゲがあります。で、このおっぽのこの部分っておそらく生えていたんでしょうね。で、これを切ったんです。このトゲ切ったんだね。基本的にこの部分がエイヒレね。そうです。でこのエイヒレが美味しいんだよね。そう、だからそこをちょっと切ってお持ち帰りいただいて、あとこいつの肝はめちゃくちゃ美味しい生き物の成分。エイの肝も食べたい。よし、まあこれは本当にこの大きさのは普通はね、食用にされることはないですね。もっとちっちゃいやつならありますけど。エイヒレ食べたことある？まだない。まだない。よし、じゃあ美味しく調理してもらおうね。本当はエイを解体するときは一旦お湯をかけて、さらにお酢をかけてぬめりを取ってからやった方がいいんです。そうじゃないとこうやって切ってるしツルツルツル滑っていっちゃうから。しかもこれ今お許しを得てここでやらせてもらってるけど、これ街中でこれやってたら通報されるからね、多分ね。まあ、これが赤エイの一番メインの可食部になるところのエイヒレの部分です。で、この赤エイのこのまあエイヒレの部分がやっぱ10キロもねあるような個体だとめちゃくちゃ分厚い。で分厚いのはいいんだけど、まあ、エイヒレ的な軟骨の楽しみは多分ちょっと硬すぎて難しいと思います。で、シュウ君、シュウ君どれくらい持ってく？これ一番美味しいとこだけど。お母さんからヘルプ入ったんで半分します。はい、じゃあシュウ君、シュウ君これ
ありがとう、絵に分けてくれてありがとう。ありがとうって、気をつけてね。ドゥルッドゥルッとするよ、ドゥルッとするからね、ドゥルッとするからね。よっしゃー。はい、これが肝です。ちょっと大きいね、いい時期ですね。うん、はい、じゃあこちらエイの肝臓です。ジュジュいただいてください。はい、どうぞ。落ちるからね、気をつけてね、ギュルっていくから。よし、今回ズバリね、このもらったエイを皆さんもよくご存知のホンフェにしようと思ってます。でホンフェというのは世界で2番目に臭い料理なんてよく言われるんですけど、韓国風のエイの刺身で、ホンフェは実は、自作することができます。誰でも簡単に作ることができます。なんか下手な料理よりも、多分ね、エイヒレ作るよりホンフェ作る方が簡単なんだ。前回はね、ちょっと本場の作り方を無視してしまった結果、韓国の方から怒りのコメントをね、いただくというね、失態をしでかしましたので、今回はね、ちゃんと正しい道具を使って作ってみたいと思います。で、なんで、メイン加食部であるとこのヒレと、肝臓をね、調理して、で残りの、内臓とかの部分についてはちょっと干物にでもしようかなというふうに考えております。エイだ、エイかーい。ゆういちさんがある意味本命のエイをかけました。13キロはないな。おお、さすが、ゆういちさん、あれですよね、僕が A 釣ってくれって言うから A 狙ってくれたんですよね。頑張りました。ありがとうございます。言うて8あるの。8あるんだ。 8.356、まあですね。はい、おめでとうございます。今のやつの針をいただくことができました。毒針です。これが心臓に刺さると死にます。こちらが、今回ね、いただきました、赤エイの肝臓です。いやーすごいよね、やっぱりもうなんか魚って感じしないもんね。で、この肝臓なんですけども、もともとこんな色合いかっていうとそういうわけじゃないです。もともとはね、もうちょっと赤黒いんですよ。で、なんでこんな色合いしてるかっていうと、油を溜めてるからです。魚ってのは冬になるとですね、肝臓に油を溜めがちです。特にエイとかサメみたいな軟骨魚類とか、あとフグ目の類は、脂肪をそもそも身の方にそんなに溜めないんですね。身に溜めない代わりに肝臓に溜め込んで、それをエネルギー源とする。あるいは肝臓に油を溜め込むことで、油って軽いので浮力が出るんですね。軟骨魚類は浮き袋を持たないので、浮力をですね、いろんなもので稼ぐ必要があって、一番大きいのは体内に含まれている尿素なんですけども、その次にですね、浮力調整で、大事なのがこの脂肪、肝臓に溜め込んだ脂肪だというふうに言われてます。なので冬、そもそも肝臓に溜めがちなんですけども、この人たちは冬になると特に溜めるということになるわけです。つまりこれはいわば海のフォアグラですね。じゃあ肝臓をですね、ちょっと今回ね、一つ加工したいなと思ってまして、お塩をまぶしていきます。結構強めにまぶっちゃっていいです。これは塩味をつけるためにやってるのではなくて、水分を出すために行います。水分が抜けると同時に生臭みも抜けるので、余計な水分というのはね、魚の場合は抜いておいた方がいいです。常に、ね、抜いておいた方がいいです。これはちょっと置いておきましょう。で、こっちはちょっとね、このまま切っていっちゃう。今回ね、どんな料理をしようかと、しようとしているかというと、ズバリですね、レバ刺しです。いわゆるね、レバ刺し、牛とか豚とか、そういうね、動物のレバ刺しは提供することが禁止されているので、お店で食べられないんですね。なのでその代わりにですね、最近用いられているものが魚の肝臓で、その中でもこのエイの肝臓がですね、レバ刺しに近い味だということがですね、最近言われていまして、なのでその今は亡きですね、牛レバ刺し、豚レバ刺しの代用品として、この赤エイのレバ刺しが食べられているというのがあります。なので今回はまず僕はこのレバ刺しをご紹介したいなと。おいおいおい、そんなでっかいレバーなのにそんだけしか切らないのかい、ケチケチすんじゃないよと
いうね、声がね、聞こえてくるかもしれません。ちょっとね、まあ、こんぐらいに一回とどめておきます。理由は後で言います。そして、練りごま。刻みネギもちょっと乗せるか。よし。できた。一品目。赤いのレバ刺しです。はい。で、もう一個の方はですね、このさっき塩をね、まぶしておいたこちらのレバーを洗います。で、ちょっとギュッと押すことで余計な水分と、あと内部に含まれる血ですね。これを抜いていきます。で、これはものすごい新鮮なので、今回はこれでいいかなと思っているんですけども、もし本当に生臭さが絶対嫌だっていう人、あるいは少し鮮度が落ちてしまった肝臓を扱うときは、一旦このままですね、お酒につけるとより匂いが抜けます。次に、これはね、やれる範囲でいいんですけど、この表面の皮をね、剥きます。これがね、微妙にね、舌触りに影響することがあるんで。よいしょ。もう手が油でぬるぬるです。で、あとは血管がね、気になる人は血管も抜いておいてください。あとね、そうだ、気をつけてほしいのが、ね、裏側に、胆嚢がめり込んでるタイプの種類がいて、胆嚢はですね、緑色なんですぐわかるんですけど、それが入ってるとめちゃくちゃ苦いっす。なので、加工するとき、切るときとかに緑色の部分があったら、すぐに調理をストップして取り除いてくださいね。で、この下処理を終えた、赤いレバーを、ラップに乗せて、ぎゅっとこう、縮めながら、くるんでいきます。はい、もうね、何を作ってるのか、分かってきた人もいると思うんですけども、あん肝風です。まあ、結局、美味しい、でかい肝なんだから、あんこうと同じように食べれるでしょというお話。じゃあこれを、蒸していきます。赤いの肝を乗せて蓋をして、でこれでしばらく蒸していきます。15分から20分ぐらいかかるかなと思います。よし、蒸し上がったかな。せーの、じゃーん。あ、ちょっと伸びてる。でもいい感じですね。ちょっと柔らかいけど大丈夫かな。どうでしょうか。くる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 。うわあ、めっちゃ柔らけえ。思ってたんと違う。もうちょっとギュッと固まる予定でしたが、これは油が多すぎたね。うん。うわあ。じゃじゃーん。よし、はい。でとりあえずもみじおろしを添えてポン酢をかけました。あくまであん肝だと言い張る、魂胆でございます。で、レバ刺しの方は仕上げにお塩をパラパラとかけて、はい、完成。赤いのレバー2種です。まあこっちはともかく、こっちのレバ刺しはもう本当にね、見ていただきたいんですけど、もうマジでレバ刺しって感じでしょ。もうなんかレバ刺し大好きで食べられなくなって嘆いてる人はこれ見たら涙出てくるんじゃないでしょうかね。はい、それでは試食していきたいと思います。ではまずこちらのレバ刺し、見た目は本当にレバ刺しですが、味は、いただきます。レバ刺し、もうかなりレバ刺し、まず単純に美味しい。ものすごいトロッとしてて、口の中でね、とろける、柔らかいんだけどトロトロなんだけど、でも噛むとこうサクプリッという、歯ごたえがある。新鮮なレバーほどプリッという歯ごたえあるじゃないですか。あれ。やっぱりそういう質感、食感をしていて、油をたっぷり含んでいるものに、ごま油と塩をかけて食べると、それだけでレバー刺し度がドーン上がるじゃないですか。で、結果としてかなり高得点になってます。素材として臭みがないということ。それから、癖もない。後味のえぐみとかもない。まあ、で、かつプリッとした食感があると。いうところですごくレバーっぽいです。最後にね、臭くないんだけど、魚のレバーのあの風味がやってきます。具体的に言うと、カワハギの肝、食べられたことある方多いと思うんですけど、あれの味が来る、最後に。だから、美味しいんだけど、うまさのベクトルが急に変わっちゃうの。なんか縦スライダーみたいな感じで、ストンってこう変わる軌道が。軌道が変化した後もストライプなんですよ。美味しいの。ただずっと牛できたのが急にカワハギになったらみんなビビるでしょ。そういう感じ。あとはやっぱ牛と比べると脂肪の融点が低い。エイはとろけに入るタイミングが早いですね。で、現に加熱するとこんな風に溶けてしまうわけですよね。こっちもいただいてみます。わー。
別にこれもまずいってことは全然ないよ。なんかもう別の料理だよね、完全に。まあ、完全に火を通した魚の肝ですね、これはね。うん。魚臭さも別にないんだけど、独特の香りが出ちゃう。いやね、あの赤いの肝自体は結構美味しいと僕は思ってるんですよ、個人的に。ただ、この秋から冬にかけての、もう脂肪ノリノリ、油トロトロ状態の肝を加熱するのは、まあ、あんま良くないかな。あんま良くないかなって気がする。でね、ちょっと思ったんだけど、生のやつ、やっぱ、これが足んないんじゃないかな。ニンニク。これつけたらもっとレバ刺し度上がるんじゃない？ね。どうだ。いただきます。上がったわ。あ、これが正解。うん。ごま油と塩とニンニク。前にあの、深海ザメのレバ刺し食べましたけども、あれと比べるとね、あれはね、もっとこう油の風味が強かったんですよ。うまいんだけど、二切れでダウンみたいな感じ。で、赤いはそんなことない。もう、あの、途中まで完全に牛のレバー刺しの雰囲気で行くんで、最後にちょっとだけ魚の、あの、肝臓が顔を出しちゃうけど、もう、食感とか質感とかは、あの、完全にレバー刺しなので、昔ね、我々がね、食べられたあの牛のレバー刺し度がより高いのは赤いかな、という気がします。今日ももちろんね、ちょっとお酒を合わせたいな、と思うんですけども、いろいろ考えたんだけど、油はサラッとして淡白なんで、まあ、全体としては風味強くないんだけど、やっぱりこうニンニクとかごま油とか合わせたい味わいってなると、まあ、日本酒なんだけど、じゃん。まさかのって思った。料理酒ではないんだけど、この安いパック酒の純米酒。で、パック酒の純米酒が安い理由っていくつかあって、ここにまあ、木本ブレンドって書いてあるけども、まあ、いろんな製法したやつをこうブレンドして作ると結構まあ安くなります。で、あとは、これですね。磨きが 65%。これはですね、日本酒ってこう、お米をね、こう、ある程度削って、芯の部分だけを使って作るんですけど、削れば削るほど、透き通った味わいになるので高級なんですよ。削っていないほど、高級度は下がる。だから安くなるんですね、結果的に。まずいから、安いっていうわけではないんですよ。まあ、言い方は次第ですけど、雑味がね、ちょっと多くて、で、味が太いんですよ。透き通ってはない。でもそれがこのニンニクとごま油と塩を合わせた魚のレバーに合うんじゃないかと思うわけですね。正解。うまい。やっぱこれぐらい芯がないと負けるね。あ、うまいな、うまい。うまくてね、これあっという間にバクッとこう全部食っちゃうと思うんですよ。で、食っちゃう、この後も。じゃあもっとこう切ればよかったじゃんって思うじゃん。なんだけど、エイのね、肝臓に関しては、食べ過ぎはね、やめといた方がいいと思うんです。で、理由は二つあります。一つは、肝臓ってどうしてもその、まあ我々の肝臓もそうですけども、毒物の代謝を行う部位じゃないですか。どうしても肝臓にはですね、そういうね、よからぬものが溜まりやすいという傾向があります。で、もう一つは、ですね、こういう A とかの肝臓はビタミン A をすごい溜め込んでる可能性があるんですね。B はいいんだけど、A をね、取りすぎるとね、良くないんですよ。ビタミン A 取りすぎると、ビタミン A 過剰症っていう病気になっちゃって、すっごい頭痛とか、皮膚がちょっとペロって剥がれちゃうとか、良くない、症状が出ることがある。ビタミン A って我々が普段必要としてるあのビタミン A ですよ。なんですけど、取りすぎちゃいけないんだ。なので、まあ、この一ブロック、四五切れぐらいまでにね、しとくのがね、平和かなと思うんですよ。であといっぱい食うと多分胸焼けするよ。油すごいからさ。というのもあって、この残ったね、4枚をちまちまとね、丁寧に堪能しようかなと、はあ、思うわけです。うめえ。まあそういう感じで、まあ、今回ね、赤いの、肝、レバーを紹介しました。で、身の方は、例のあれを作っておりますね。はい。で、まあ今回はね、美味しいものに出会えてよかったなというふうに思います。マジでうまい。ほんと、レバ刺し大好きな人絶対食うべき、これ。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。